アンサール運動を先導した人物、ムハンマド・アフマド・アル,イコールマフディ1890年代スーダンにおける宗教運動であったマフディ運動において、アンサールとはマフディ運動への参加者を意味する言葉である。アンサールはマフディを自称したムハンマド・アフマドの弟子であった。北スーダンにはアラビア語を話す人々が住んで久しく、彼らはナイル教国内で土地を耕したり、その他の土地で、 遊牧生活を営んでいたりしていた。スーダンは1820-21年にオスマン帝国軍の侵攻を受けて征服され、エジプトのムハンマド・アリー朝の支配下に入るようになった。ムハンマド・アフマドはナイル川の川中島、アーバー島を拠点にした宗教家であるが、1881年6月29日に自分がマフリであることを公言した。 彼の言葉を信じる者たちは、エジプト人を相手に勝利を重ね、最盛期の1885年1月には、ハルトゥームの町を落とし入れた。ムハンマド・アフマドは、その数ヶ月後に亡くなるが、その後継者、アブドゥッダ・アイコール・タ・アイシーは、マフリー国家の独立を、イギリスとエジプトによる連合軍の秩序回復がなされる1898年まで保った。 イギリスとエジプトの統治下にあった時代を通して、アンサールたちの宗教的、政治的指導者であったのは、ムハンマド・アフマドの息子、アブドゥル・ラフマンアルイコール・マフリーであった。スーダンが独立を達成した1956年1月、以後も、アブドゥル・ラフマンとその子孫たちが、マフリー運動を率いた。ムハンマド・アフマドはアッラーから直接、刑事を受けたと主張した。 1883年から1885年の間にスーダンを支配するとマフディー信者による支配体制を確立した。この体制はシャリーアに変更を加えた法により支配されていた。ムハンマド・アフマドは信者を他の教団の信者と区別するため彼らをダルーイーシュと呼ばないように命じた。その代わりに彼らを指す言葉として用いたのがアンサールであった。 アンサールとはアラビア語で、助ける人を意味し、歴史的には預言者ムハンマドが信者を連れて、真っ赤から脱出したとき、彼らを迎え入れたヤスリブの人々に対してムハンマドが使った言葉である。ムハンマドアフマドは、自分の代理となりうる者として3人の男を指名した。アブドゥッターアイコールターイシー、アリーワド、ヒルー、ムハンマドアイコールシャリーフの3人である。 ムハンマド・アフマドは予言者ムハンマドにまつわる孤児を真似た。予言者には4人の正統カリーフが続いた。アブドゥッダーが、アブーバクル、アリー・はドヒルーが、埋まるムハンマド・アイコール・シャリーフがアリーに、それぞれ対応した。ウスマンには、サヌースイー教団のシャイフのためにとっておいたが、辞退された。ムハンマド・アフマドは、 ハルトゥームを占拠した数ヶ月後の1885年6月22日に亡くなりアブドゥッターがアンサールの指導者になったがムハンマドアイコールシャリーフを含むマフディー家の人々たちからの挑戦を受けた。マフディー国はジハード国家として当初軍勢が敷かれていた。裁判はイスラーム法に基づいて行われたがアルイコールマフディーが直接指示することも 既存のシャリリアとと同じ効力を持ったた後にカリフ星が確立すると保守化したマフディ国は拡張主義的であり、エチオピアと何度か戦争をした。1892年にハーバート・キッチナーがエジプト方面軍の司令官に任命された。キッチナーが率いるイギリス・エジプト連合軍主力部隊は入念な準備と慎重な進軍でナイルガー沿いに南下し、 1898年9月2日に、ウンムデルマーンでマフディ国の信者5万2千人と衝突した。アンサールたちは、機関銃などの最新鋭の銃火器で武装した、イギリス軍に敗れた。ハリーファー・アブドゥッラーは逃げ延びたが、1899年11月25日に、クルドゥファーン地方で他の指導者と共に殺された。ハディースによると、マフディほど、 私に似る者はいないだろうと予言者ムハンマドは言ったと、される。また、マフリーは、人身が冷酷無常になり、大地が邪悪で満つる時に出現するとされている。そして、マフリーの出現に続いて、半球聖主が現れる。半球聖主の出現には、最後の審判の時が来たことを示す予兆が伴う。予兆の一つには、予言者イーサーの再臨がある。スンナ派の神話においては、 救世主イーサーが反救世主を倒すとされている。ムハンマド・アフマドは自分がアルイコール・マフディ・アル・ムンタザルであると聖人に明かした。これは待ち望まれていたまさしく導かれたものを意味し、普通は上述の最後の審判を準備するマフディーとみなされる。ムハンマド・アフマドの使命は世の中に真偽を取り戻し、予言者イーサーの再臨に備えて道を整えることであった。 マフディ運動はイスラーム霊明期の教えに立ち返ることを主張しており、原理主義運動であった。男性には酒やタバコをやめることを求め、女性には社会からの隔離を厳格に求めた。ムハンマド・アフマドは聖戦がすべてのムスリムの義務であるとし、聖戦を順礼に変えることを主張した。信仰告白の文句も、ムハンマド・アフマドは神に導かれたもの。 予言者の大事なりに置き換わった。また、記者は国に納める税金になった。イギリスは1898年にマフディー国を滅亡させた後、マフディー運動を抑圧した。また、当初、ムハンマド・アフマドの息子、アブドゥル・ラフマンの活動を厳しく制限したが、彼はすぐにアンサールを主導する人物に育った。英誇り領スーダンと通称される 植民地時代における多くの期間、イギリス人は、マフディ運動を恩恵に導く指導者として、アブドゥルラフマンを重要視した。1920年代後半には、毎年ラマダーン月になると、5000人から1万5000人の巡礼がアーバー島目指してやってくるようになった。巡礼の多くは、アブドゥルラフマンが予言者イーサーの再臨であると信じ、彼が、 キリスト教徒のの白人入植者たた。ちをスーダンから追いい出しててくれるものと思っていたアブドゥルラフマンはナイジェリアやカメルーンの宗教指導者と所管で連絡を取り合っており、マフディ運動へのアンサールが最終的にキリスト教徒に対して勝利を収めると書いていた。イギリス人はこれに気づき、西アフリカの植民地における正常不安に関してアブドゥルラフマンを非難した。 西アフリカからアーバー島に来た巡礼者が大規模なデモを行った1924年以後、アブドゥルラフマンは巡礼を中止させたと言われている。アンサール及びアブドゥルラフマンと似た立場にあったが、アブドゥルラフマンとしばしば対立したのがハトミーヤ教団の指導者、アリー・アルミールが2位であった。両者とも若者たちを神秘主義に立脚した運動に組織したが、独立が視野に入った頃、 対立する政党を、おののが支持した。1936年にイギリスとエジプトの間で、結ばれた条約の締結交渉においては、主樹もろもろの議題のうち、将来のスーダンについても話し合いがなされた。しかしながら、スーダン人に議題が図られることはなかった。教育を受けた、スーダン人たちの中には、懸念を持つ者の数が増えてきており、アンサールは、そのような者たちを引きつけた。 アンサールの指導者たちは、アルイコール・マフディこそが最初のスーダン民族主義者であったといい、多くの者がアブドゥルラフマンを魅力的な独立運動の指導者として考えるようになった。対照的にアリー・アル・ミール・ガニーとハトミイヤ教団はナイル教国の一体化に賛成する親エジプト派であるとみなされるようになった。1944年8月、アブドゥルラフマンは、 上院議員や部族長らと会合を開き、マフディ運動とは関係を持たない独立派の政党を作ることについて話し合った。1945年2月に運馬党が組織され、党の第一初期、アブドゥラー・ハリールが政府樹立の請願を行った。運馬党の綱領にはアブドゥルラフマンやアンサールについての言及はない。わずかに設立基金に関して党が、 アブドゥルラフマンを頼みにしたという点で、つながりが明らかにされている。サイード・アブドゥルラフマン・アルイコール・マフディは、1959年に74歳で、亡くなった。アブドゥルラフマンのイマー・ムイは、息子のサーディク・アルイコール・マフディが2年ほど継いだ後、1961年に、同じく息子のアルハーディ・アルイコール・マフディが継いだ。一方で、ウンマ党のリーダーは、サークの息子、 サーディク・アルイコール・マフリーが引き継いだ。スーダンの運マ党は徐々にアンサールの運動との関係を深めていった。1964年11月には、アルイコール・マフリー家のサーディク、アブドゥル・ラフマンの孫にあたる人物が、運マ党の当初に選出された。1969年11月、ガー・ファルアンヌ・ヌメーリーが首相になった。 当時の政府はほとんどが文民により構成されていたが、アンサールが主導する軍部保守派は政府に反対する立場を取った。イマーム・アル・ハーディ・アルイコール・マフディはアーバー島の根拠地に引き下がった。1970年3月にメイリーは島を訪問し、イマームと対話しようとしたが、敵対的な群衆に妨害された。政府に反対するアンサールの数は3万人にまで、 膨れ上がり、政府軍との間で衝突が起きた。航空兵力のサポートを受けた軍隊が島を強襲し、約3000人の死者を出した。サーリク・アルイ・コール・マフリーは1970年に逮捕され、何年もの間、スーダン内の監獄への一時収容と、国外追放とが繰り返された。1985年に、サーリク・アルイ・コール・マフリーは再び運マ党の党首に選出され、 1986年の選挙でスーダンの首相に選ばれた。しかし在職中の1989年にクーデターが発生し政府が転覆した。サービクはさらに東国と追放を経験した後2000年にスーダンに帰還した。2002年にはアンサールのイマームに選ばれ2003年にウンマ島の当初に再選出された。ありがとうございます。